関係代名詞だったのですけど、はい、大学受験まででダストが使えないから言ってこえなきゃいけない。はい、フーズのお城の形はどういう、フーズって何角ですか。この後ろちょっと読んだらいいのかと。はい、じゃあこれを、はい、はい、一文にしてください。はい、新年明けましておめでとうございます。ああHappy New Year。 今回藤川さんがですね、まあ英語の試験ね、学校で受けてちょっと分からんとこがあるということなんで解説します。じゃあ何でもいいです、分からんけど何を聞かれるのか。まあグラマーの試験があったってことですね。点数はまあ、あ、そうですね、まあ 79.3 点なんで全然悪くはないですね、100点満点中。さあ、それで分かんなかったとこは何ですか、解説しますとしたら。はい、ありがとうございます。納得のいかないとか、なんかこれ分からんみたいなの、4択のね、ずらっとある。あ、2択のやつもあるね。2択のやつもフットとか Be able to どっちなんだ、 Was able to どっちなんだとか、はい、いろいろありますね。その中で関係代名詞だとのなんですけど、はい、こんなに関係代名詞問題いっぱいあるんだ。ザットとは、はい、なんか人物、はい、まあ、全部ほぼ、ああ先行詞ね、先行詞、うん、使えると思うんですけど、はい、使えないのもあるじゃないですか。ありますよ、もちろん文法上はダメなものあります。なんだ、知ってますか、どういう時に使えないか。名詞、名詞、なんかそこ、そこの問題、なんか絵描いてあるけどさ。そこが分かるってこと。いや普通ザットが使えない時って出てくるのは、え、知ってますか、2つ大学受験まででザットが使えない場合って覚えなきゃいけない。ああ、一応多分やってると思うんですけど。何の時ですか、この2つの用法の場合は関係代名詞ザットはダメですよ。ウィッチ風フーズ、フーズ、あーん、な、2つのパターンがあるんですけど、はい、いつでしょう、どういう時に使えないでしょう。うん、まず最初はカンマがついてる場合ですね、非制限用法ってやつですね。その場合にザットは一応ね使えませんってことです。もちろんの調べれば用例として出てくることはあるんですけど、はい、はい、使ってはいけません。カンマ、ウィッチ、カンマ、フー、場合によってはカンマ、フームもありえますけど、そういう状況じゃないといけない。え、非制限用法習ったでしょ。習いました。問題出てないの、そもそもこんだけ問題数いっぱいあって。非制限用法の多分後ろの方にあったような気がします。関係代名詞か関係副詞かの問題もあるわ。出ない。あ、そこまでは問わないんだ。非制限用法までは出てこないね。あとは前置詞足す関係代名詞ですね。それもないね。前置詞もないですか。前置詞はあるよ。前置詞足す関係代名詞がないの場合はザットは使いません。はい。で、悩んでるのはだからそこじゃないんですね。ザットかフーズかで悩んでますね。はい。見る限り。フーズを選ばなきゃいけない問題にザットを選んじゃってるんで。はい。フーズのお城の形はどういうふうに、まあだからそもそも習い方によってフーズの教え方も違うんですけど、はい、フーズって何角ですか。目的角。違います。違います。はい。だからそもそもそれが分かってないですね。だザットやウィッチなんかはそういう風に主格になったりも、所有格、そう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 。フーズは所有格ですね。で、所有格ってことはですね、位置が違うんで。ああ。所有格の後ろって何がきますか。なんでもいいや、普通の代名詞いろいろ思い浮かべて、所有格の代名詞ってどんなのがある。所有格の代名詞ですか。うん。何でもいいよ。関係代名詞じゃなくて普通の代名詞で所有格って言ったら、そこを見たって載ってないよ、ね、そこの表には書いてないよ。はい、なんだ、え、曖昧ミーマインとか習ってないの。あ、習います、曖昧ミーマイン、ユーヤユーヤ、そう、それの所有格ってどれ。ミー、違う、ま、あ、マイ。そうですね、マイとか他はユア、はい、ゼア、そう、それの後ろには何がきますか。そういう単語の後ろには何が起こりますか。フーズ。違うわ。いやいやいや、マイって言った後ろに何か、じゃあ一旦も置いてください、マイ。ああ、何でもいいから一旦も置いてください、マイ、マイ、うん、何でもいいから具体例を一個言って、マイ。イットすいません、本当にマジで置けない単語を選ぶ方が難しいのに選んだよ、すげえ。前の後ろにイット置けませんね。マイイズなんかないでしょ。ないです、全然ない。マイの後ろに置く、何でもいいよ、小学生でも言えるようなフレーズ。マイカー、はい、そう、マイカーでいいですね。はい、じゃカーって何詞ですか。名詞、はい、ですね。だから所有格の後ろには名詞を置くんですよ。ああ、ダメだ今日。
調子悪い。調子悪いのレベルじゃないわ。マイイズとかありえないから。いや、難か、むしろ置けない方を選んだのがすごいと思うわ。はい。で、そうそうそう、だマイカーみたいな形で名詞が置かれますね。はい、それと同じように、フーズの後ろには名詞が置かれるんですよ。だから、マイブック。そうそう、マイブックとかありますよね。アーティーチャーって書いてあって、はい、で、こう、スペシャリティ、ね。スペシャリティ、名詞、はい、すげえな。この後ろちょっと読んだらいいのか。ディスレクシックスチューデンツとか書いてあるじゃん。読むことができないスチューデンツって書いてある。何々スペシャリティ is teaching 何々スチューデンツってね。ああ。このスペシャリティっていう名詞がほら来てる。名詞って書いてるじゃん、そもそも自分で。はい。そう、後ろに名詞が来てる。本当どうしようって書いてある、これ。なんて書いてあります。音読しようって書いてあるのかな。音読しようってなんか書いてある。そう、で、ここに名詞があるでしょ。冠詞のついてない名詞がある。つまり冠詞のついてない名詞。まあ、所有格と同じ位置。所有格って、座とかあと同じ位置にありますので。はい。座やあの位置に空欄があったら、フーズです。あ、うん、はいはい、That speciality だったらこう普通の文になっちゃいますよ。新しい文が始まっちゃってる。あ、確かに。 A teacher whose speciality is teaching 何々というふうに言ってる。 Whose 何々ですね。だからこれはできなきゃいけないですね。あとこれなんで違うのか、文法上か。12、11どっち。11です。 If anyone needs me, I'll be in my office。 よくね。違います。あ、じゃあ T ですよね、これ。うん、なんか僕はなんでこれダメなの、別にいいじゃん。なんか先生に聞いたら、うん、いや、これは文法上おかしいからって思いました。え、合ってると思うよ。合ってますか、やっぱり。うん、間違ってないと思います。あ、間違いは見つかりません。クラスの人たちも T にしてたんですけど、うん、みんなここで怒ってました。怒ってた。はい、怒ってました。うん、これで合ってるでしょ。1問3点なんで、うん、なんで違うんやみたいな、うんうんうん、結構口論になってました。だって合ってるもん、それ。はい。フーズは所有格で、そう、所有格。ウェアが目的。え、ウェアが目的。あ、ウィッチが目的。うん、目的格とは限らない、主格の可能性だって。あ、はい。ウェアが、うん、ウェアは関係代名詞。違います。ウェアは関係副詞。副詞ですね。関係ウェア、あ、先行詞。え、違うか。in which と at which。 はい、それの違いは。 in which は、 in which は、なんだ、はい、じゃあこれを、はい、はい、一文にしてください。はい、 I have a cat、ね、I have a cat と、はい、its eyes are green っていう、これを一文にしてください。ああ、なんて言えばいいですか。フーズですよ。はい。そしてくっつけてください。これ it ですか。うん。Its eyes are green。くっつけると。I have a cat。うん。Who's? うん。Eyes are green。そう、そういうことですね。はい、だから、It's ってあった所有格のところが Who's に変わってますね。Who's eyes are green っていう形で、はい、所有格で役割をするところ。だから、Who's の直後には Eyes っていう名詞が来ますね。That と同じ位置でしょ。The eyes でしょ。はい。うん、で、ここに来る His eyes、Her eyes、Their eyes、ね。そういうのところに来る関係詞は Who's になるんですね。じゃあ、その猫の目は Green なわけで。緑色。そう。だから緑色の目の猫を飼っていますっていう文になりますね。はい。はい。できました。でこういう感じになります。だここにだってウィッチは置けないから。ああ。意味不明になっちゃう。そのウィッチとかフーっていうのは主語とか目的語の役割をしなきゃいけないから、からそれができません。もちろん例外は知ってますよ、私ね。はい。いろいろ書かないでくださいね。そんな。もちろん知った上で話しますからね。はい。すみません。ガシャガシャガシャって全部入っちゃうからと。ああ。はいはい。今問題、さっきの問題を探してました。はい、ということですね。だから、はい、さっきのやつは、はい、今回はちゃんとスペシャリティっていうのは、はい、色盲症の人たちに教えることっていうことですね。はい、字、こうやって読めない人たちに教えるのが専門の先生っていうふうになってる。ああ、はい。で、We are looking for、 やっぱ探してるとか、ね、それを専門とする先生を探しています。
はい、という感じで、まあ、英語の、はい、文法を頑張って教える側になったらできなきゃいけないですから、はい、はい、頑張ってください。頑張ります。石川さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちゃんと頑張って先生何でも勉強してください。